なんだろう、もうあのプロフェッショナル感っていうのは、自分が例えば UWF とかいろんなものに憧れた中のやっぱ入ってますね、同じ空気なんですよ。だから僕やっていくうちにそっちにのめり込んでちゃって、もともとプロレスになりたかったんですけど、どんどんのめり込んでって、途中で気づくんですよ、あ、本当やりたかったのこっちなんじゃないか。あれは本当にいい経験で、フジテレビとかね、いろいろ、あとフジテレビ以上にも全国的にも何やるのっていう、すごく注目浴びてたじゃないですか。それがね、プライドから見た人とかからはもう前の話だからあんまり分からないと思うんだけど、まあ、オープンフィンガーグラブ、あ、グラブつけて、でヒクソンがいるっていうのも一緒で、はい、挑戦する人たちがそこにいて、そのメンバーで盛り上げてったなっていう、プライドもそうですよ、ずっと嬉しいなかったらやっぱ難しいですからね。またいろんな団体が絡む場として、うん、まあ、プライドがになっていき、まあ、確かにね、っていうことではあると思うんですね。でシューティングはややプライドとは、そういう圧力もあって、うん、距離は置いたんだけど、まあ、最終的にはゴミ選手は櫻井真隼人選手が上がることによって、まあ、出し崩し的に、青木真也選手とか上がることによって、まあ、その世界で突入していったということでしょうね、はい、まあ、それがつながって、まあすごいね、堀口教授選手まで来てると思えば、はいはい、思えばすごい、いいんじゃないかと、ずっとつながる、うん、思うんだ。あれジャパンオープンだけどね、最初ね、うん、まあ、そういうのは、まあ、いや、これね、役割があったんでしょうね。面白いのが、シューティングとプライドってなんか、ちょっと真逆な僕はイメージがあったんですけど、もちろんそうなんですけど、どんなんか空気感が確かに、あれ、でも今ね、同じなんで、今ね、僕は高田さんとお仕事してるわけですから、うん、一緒に、うん、ね。今や仕事仲間なわけですから、今やね。しかも、そのなんで、そのバリテルジャパンだけが、シューティングと違って、バリテルジャパンだけが、僕はプロフェッショナル感を感じたかというと、もう呼んだじゃないですか、プロレスラーから、次は集まれるぞと、あれがやっぱり鎖国してたところが、急にボーンってやるところも似てるんですよ、すごく似てるんですよ、まあ、だから、面白さが。集中でできないことをやったところはありますよね、まあ、確かに、それまでは、だから一応シューティングの興行でないという体だったんですよ、ワイドジャパンは、実行委員会主催。シュートの興行ではないっていう体なんですよね、うんうん、だけどまあ実質はそうだったんだけど、うん、やっぱりなんていうかな、まあ、いや大道塾にウォーズがあったように、A1 とプライドにダイナマイトがあったようにね、こうスピンオフ企画なわけですよね。いやでもそれは相当シューティングも頑張りましたね、そこ、うん、でも反対する人も僕はいたんですか。僕はそういう裏方にはその時は96年は裏方だけど、基本裏方ではいないから、うん、まあ、反対する人いなかったんですか。いや例えばいろんな選手を挙げちゃうっていう、例えばリングスの選手とかやりましたけど、いやその時は僕らは全然なかったですよ。だからないんじゃないですか。だって一選手としてね、そういう選手が入って、まあワールドワイドにやろうっていうのはあったんでしょうかね。だったら違い見せてるぐらいの感じだったと思うんですよ。あ、そうか、逆に言うと、うん、よく出たなっていう見方もありますよね。佐山さんと前田さんっていうまたその構図も、うん、同じ会社にね、すごいですね、うん、そういうのもなんかこう、まあ時代のもの、そのあの時代のだからだけど、ね、ヒリヒリ感はあったはずですし、あの控室で多分高坂さんとか初めて会ってるんです。ああ、そうですか。まだね、デビューしたか、うん、したばっかりぐらいの頃だよね、多分。あの辺に控室かどこで、違って会ってるんですよ。あの辺武道館は、ちょっとね、何かありましたね、あの辺ね。すごい。まあでもやっぱり、まあいろんな、もちろんね、工業的に苦しいか赤字か分かんないですけど、そういう勝負ってやっぱ必要ですね、今思うと、うん、だってそれがインパクトで未だにこう記憶残したり、僕らもあれがきっかけで、あれ例えばシューティングの試合に僕が呼ばれてたらまだ行ったのかなっていう感じもしますし、ポ、ール・ジョーンズ戦あるポール・ジョーンズ戦あるけどね、
ジョン・ポール・ジョーンズじゃないの。ジョン・ポール・ジョーンズの時もありましたし、ね、レッド・セッペリンじゃないの。ジョン・ポール・ジョーンズ。キキタさん、まあ、ムフサカ・アブドゥラやられちゃったけど、キキタ・アゲのマッチアップですよね。うん、負けちゃったからびっくりしちゃったけど、ストーリー作ればいいかみたいな、うん、言ったらどっか行っちゃったみたいな。キキタさんとか、うん、まあ、村上選手とか、ああ、うん、遠征とかを絡めてヘビー級戦線をできればなっていうのは多分頭にあったんですね、あの時はね。ジョーンズ少ないですもんね。マッチメーカーだから僕は、はい、いやいや、なんか最後ちょっとあのまだあれですね、自分で引けようっていう、いや名言をやっぱりいろんなちょっと最後あの格闘技枠にとらわれずこうバーンと来たいですね、あれはねやっぱなかなかやっぱ良かったんだよね。今菊田さんのトイレ行ったんで一曲なんてね、それは誰のせいでもなくて、あなたが男できっと誰のせいでもなくて、あなたが女で、特別ここで、あ、気づかれちゃった。今菊田さんがいないんで、いないんで、じゃあ一曲っつって。いや、これ不安の人からね、送っていってきていただいて、昔から知る不安の人がこんな、こんなんのあるんですよ。すごいね、これありがたいですよ、本当に。全部。すごいな。すごくないかこれ。すごいな。これだから閉まっちゃってるから自分ももう分かんないですよ、こういうのあったとかなんとかとか。ありがたいっすね。これね。こういうのもいいっすね。これはその宝染めですね。こんな長いっすよ、もう本当に。白鳥ですね。まあそんなことでですね、これはいいんですけど、じゃあ何でしたっけ、ギターを一本弾けよという。ことちょっとね、言って何だそれ。ええ、まあ反射神経が早いですね、なんかいつも思うんだけど、いつも、まずは何か見つけてやった方がいいと思うんですよね。でコロナ時代に向けなんですけど、はいはい、みんなが何か武術とか格闘技とかやるべきだと思うので、うんうん、そうですね。そういう意味で近くのあった道場を探せばいいんじゃないかと、うん、いっぱいありますよ、うん、からテキック、ボクシング、ね、柔道、本当に増えましたね、ラッキング、何でもあるんで MMA でも、うん、もちろん武器術でもいいし、うん、そういうのをなんか立ち並みとしてやれば、まあ、それ自体が単品として面白いし、うん、何かやってくればいいんですよ、うん、っていうことで僕は、うん、何も MMA じゃなくとか柔術じゃなくてもいいぞって言ってるんですよ、最初から。なるほど、うん、なんかやればいいんだよと、ディランですよ。なんかやれよっていう。なんかやればいいんだよね。どうですよ。そういう意味では、柔道を始めたのちょっと遅くなかったですか、今思ったんです。柔道あれは何かあったんですか。まあ、高校から。高校がレスリング部で。あ、高校はレスリング部だから、僕。ああ、そうか。で、あまり遅くはないか。そう、それで大学に進んだら、レスリングは、いや、高校でやったから、打撃やろうと思ってたんですよ。ああ、一緒ですね。そしたら、なんか柔道部が、高専柔道の流れを組んでいて、どうのこうの。たまたまなんですね。どうのって、この、まあ、ぼんやりはしてたけど、あんまりぼんやりだったの。なんか、黒さ、無断で始めても、三段四段を締め落とせるとか書いてあったので、見に行ってみようかと。で、行ったら名前書いちゃった。それプロレスまでの僕みたいなプロレスまでのつなぎでやろうみたいな感覚ではないんですか。うん、全然ではないですか。もうプロレスが習うっていうのは中学までだから。あ、中学で終わってたんですか。もで高校に入ってレスリング部入ったら、ほらだってレスリングではチャンピオンじゃないから、さすがに諦めつくんですよ。あ、諦めようってことなんですね。だってねえ、レスリングで北海道でも取れん、プロレスなんかなれないじゃないですか。そうで、そうなんだ。そうなって、っていうふうに思うんですよ、僕もね。だから高校生ぐらいで、
やっぱりなんていうか自分の位置って分かると思うんですよ。似てますね。自分の位置を引っ込めるわけですね。でそれもだから引っ込めたも引っ込める人がいても全然分かる話なんで。で大学の時に大学の年ぐらいって多分本当のやりたいこととかなんかやらねばいけないことが見つかるみたいなところがあるから、だから多分大学のとか の年の間、大学じゃなくてもいいんだけど、期間が多分すごい大事なんじゃないのかなって思うんですよね。なんか学ばなきゃいけないことは何だって、別に何でもいいんですよ、それは。だけど、そういうのが分かるのが大学ぐらいの年なのじゃないかと。プロレスラーは一回それでこう閉じ込めたんですけど、ずいぶんそのシューティングから大胆にグワーっていきましたね。大学に入ったら、シューティングがプロ化したっていうニュースに、UWF の旗揚げも。先生 UWF の旗でもあるから、もう一回火がついたんですよね。で UWF は見てあれってなったので、でシューティングにしようと思ったんですよ。で柔道部中にもちゃんと見に行ってるし、はいはいはい、関東遠征したり、ああそうですか。見てるし、あそういうことなんですね。ビデオとか買って、それで、あそう、でもこの時代にシューティングに行こうと思うこと自体が結構マニアックかもしれないですね。まあ、でも僕でそれそうこの時代に来たなかったな。でもね、今高校の柔道部とかは分かりませんよ、ね、大学の柔道部とかの人がライジンに行きたいとか、例えばね、ワンに出たいとか言ってもあんま変わんないじゃないですか、多分。まあ、変わんないはとかになって、まあ、テレビではやってるからまだっていうか、アベマ TV でやってるからまだあれかもしれないけど、どうなんでしょうね、そこは。お父さんお母さんって、ね、お父さんお母さん頼みましたそこはね、ね、説明が難しいんだな。僕も会員の子がですね、この間も、ライジンとか、ちょっと、出たいと思うんですけど、みたいなね。どういう風な、生活を送れるかみたいな待遇じゃないけど、そこ説明するの難しい。そこ難しいなと思いましたね。どっから説明していいんだろう。自分で考える、ね、自分で考えると考えるてめえで、まあ何でもそうですけど、上がればすごいし、上がるか下かしかないと思うんですよ、多分ね。テレビもそうですけど、それでいいと思うんですけどね。言われますか。なるほど。だけどね、技術がある人は、ね、技術を教えてやっていけばいいと思うっていう道場という道を僕らは開発してしまったので、そういうのもありますよね。やっぱそれは、自分が強くなるのはもちろんあるかもしれないけど、それをどう市民に分け与えるかってことだから、やっぱりまあ道場に尽きると思う、思った90年代パイオニアですからね、本当に。あの時ファンクラスとどっちが早いのかってぐらいのの多分。ここですよね。まあもちろん新日本プロレスもプロレス学校ってやってましたけど、民間特殊だから、ね、民間の道場は僕らも早いし、あ民間って、そうか、そうか、全然そうですね、うん、まあプロレス学校とかあったけど、でもまあ基本的には民間の人に一般の事務生として作ってやるっていうのは、まあおそらく格闘技界では空手とかはもちろん抜きにして、それ以外ではボクシングとかキックを抜きにしては僕らが最初。あれってでもシューティングの大宮も柔術って募集したと思うんですけど、はい、で平さんが柔術やった時には僕もインストラクターで行ったんですけど、すっごい人集まって、もう本当入りきれなかったんですけど、まあ、中井さんがやった時ももうすぐそのもうすごい人集まって言ってる聞いてるんですけど、あれって何の違いなんですかね。まあグレイシージュース待望論みたいなのは格闘技雑誌とかにやっぱりあったので、グレイシージュースの習える場所ができたっていうノリですよね。平さんはグレイシーとくっつくことによってまた、あそういうの、平さんはとても上手なんですよ、そこが、ね、平さんはやっぱりすごく、やっぱりなんかそうメディアの寵児ではあるんですよね。メディアの寵児、やっぱメディアの寵児なんですよ、やっぱり。やっぱまあバキのキャラクターになったのもそうだけど、それはちょっともっと後のことだけど、やっぱりそういう総合格闘技これから世に出す人の、まあ、一つのアイコンとして、やっぱり上手なんですよ、やっぱり格闘技通信 の、あの主役の一人ではありますね。やっぱりそういうやっぱ上手なんですよ。であの佐山さんに並ぶぐらいの天才の一人なんですけど、やっぱりあのなんとか地獄を集め、やっぱそういう
も人には持ってないところがあるんですよ。専門と近い人が、ああでも言ってることはあるわね、やっぱり、やっぱり、やっぱりだからこそ並び立たないし、やると思いますよ。ならそれを菊田さんの前で言う俺も俺だけど、俺たちの意地は何ていうか、そうだな、例えば、うん、世界ジュース選手権の表彰台上がった人何人パレスはいると思ってる、ほとんどほとんど俺の系統じゃんとかっていうのが本当の意地だったりするしね、結局まあそうですね、菊ちゃん世界 ADCC の時俺と練習してたんだぜとかね、なんで俺は世界、なんで俺は世界選手権取ってないのに、なんで菊ちゃんサウロ・ヒベルを抑え込むんだって俺思ってたんですよね、これは本当のこと、うんですよ、だってね俺近藤君と一緒に練習したのに、近藤君あの時にサウロ・ヒベル KO して、あ確かにカフェダンタツ KO してるんですよ、あのだって俺たちはそのカフェダンタツとかサウロ・ヒベルのと同じ階級の人とやってもなかなか勝てなかったのに、なんでなんだめなこれ、なんでなんだめなって僕はずっと思ってた。で桜庭さんはエンさんと練習してたじゃないですか、あなんでなんだめな、だから俺たち触媒なんじゃねえって、あ俺たちを触っていけば人が世に出るんだよって、その日ね、その時に言ってたのは俺のスタジオミュージシャン的な裏方マインドね、あ俺と組んで俺と組んでセッションしてれば世に出るんじゃねっていうことなんですよ、まあそのや、うん、でそれをそれをしっかり使った選手もいるわけですよ、だって僕と組んで世に出た人っていっぱいいるじゃないですか、うん、まあそれね所属っていう形だったり帯をもらっただったり、でもそれはあるんですよ、で僕はそれ嫌だと思ってるのかって言ったら全然そんなのないじゃないですか、僕はだって僕は基本現場の人だから、だから何なのって思うよね、だって僕個人的にその選手として戦ってもなかなか壁越えられないのに、なんで練習一緒に練習してたやつらはボコンと KO とかしちゃうのってなるじゃないですか、でそれがなんか人生の大変さなんだよね、難しさなんだよね、でその人たちもそれをちゃんと体感経験しないとなれないですね、何なのと思って、でもお互い様なんですよ、ね、でも何なのとは思ってるね、あの時うわーと思ったけど、おめでとうって言うだけどよくわかんないな、だから俺たち触媒なんじゃねってことなんですよね、多分俺のなんかこうめしべかなんかおしべか知りませんけど、それをちょっとあれしていけば多分花開くんじゃないかな思うしかないじゃないですか、これやって自分を慰めるしかないわけですよ、うん、いや、なんだろう、重要な役割してますね、多分重要な役割してる、多分俺の、僕らの道場に踏み入れたり僕と組んだりしてることを選んだ人は幸いなんですよ、多分もうそう思うしかないもん、そう思わないと僕自分でそういう正当化できないもん、あでもね、でそういうことをあのカリスマは自分で言わないもん、普通はだから俺は言うけど。で、いいの？いや、わかんないですから、言った方がいいですよ、それは。でも俺はやっぱりスタジアムミュージシャン的なマインドがあるんだよ。僕たちはね。でもね、もしかしたら、中井さんがあの時に僕が出稽古を行かしてもらってなかったら、まあ、道場がなかったら、もちろん山さんとも出会ってなかったんで、パックス入ってたとしても、だいぶ遅れたはずなんですよ。そう考えると、裏バカも開いてないし。かもしれないし、アブダビも行けてなかったかもしれない。うん、あれ、パンクラスの、バーッと1年目の活躍だったから入れてくれたんですよ、まだ、うん。だからフリーで試合もなかったら、1回目負けてますから、うん、2年後に選ばれたらもう分からない。うん、いやあれちょっと、ほら、ほら、ほら、あれ、命の恩人あら繋がってますね、全部。だと思うんですよね。いやぁ。自分で言うことが、自分で言うことかよって思うけど。いや、でも気づかせてもらうのはありがたいですよ。きっとそう思うじゃないですか。で、それを根底にあるのは、俺自身の悔しい思いなんですよ。俺は、今になって思うと、やっぱり俺はブラジルルールには向いてないんですよ、やっぱり。やっぱり僕は、これ、後に思ったのは、やっぱり俺、やっぱりぶっ殺さないと、うん、やっぱり戦場に行くものじゃないと向いてないんですよ、本当はそうです。だからやっぱりブラジルスは俺は向いてないの、究極、うん、だから次の世代に託したの、吉岡大とかね、笹とかね、やっぱり後の世代に託したんですよ、それ今も続いてるの、ね、俺は向いてないの、やっぱり、うん、BJJ は好きだけど向いてないの基本、うん、好きだけどね、だけど、まあ、確か連盟の長だし、確か確か連盟の長だ、だけどしないで、やだけどでもやっぱり向いてないのだけど、いいの、そんなこといいの、いや、この本当に、ちょっと
伝わるか分かんないですけど、僕がクインテットに出ないのもそこなんですよ、うん、僕はもうやこっちで寝技で仕留めたいんですよ、うん、それをやっぱりクインテットでっていうのはちょっとね、うん、違うんですよ、まあ、この年でもやりたいんですよ。桜庭さんのことを言う人もいて、桜庭さんもやっぱり総合だから取れたんですよ。桜庭さんも総合だから取れる人なんですよ。やっぱり打撃が混ざってる、やっぱ桜庭さんは総合なんですよ。やっぱり総合だから、あの桜庭ロックが火を吹いてるってことは絶対そうなんですよ。だからそれはあります、それはあります。これはすごいね、話は。そういうことはあるんですよね、うん。総合に向いていた寝技は師ですね、要は。そういうことです。そういうのがあったりするね。そういうのが人生模様で面白いじゃないですか。まあそんなわけで。はい、ありがとうございます。まとまりましたか。すいません。これは面白いですね。本当にありがとうございました。ちょっと、また2年後にぜひ、あの、ニーズ、言葉が、やってほしいって出てくる。なければいいぜっていうね。忘れたっていい。いやー、ありがとうございます、本当に。またちょっとよろしくお願いします。すいません。ありがとうございました。どうも。